レコード。僕らの時レコードじゃない。レコードだったけど、俺はカセットだね。カセットを買ったの？カセットを買った。あったな、そういや。アルバムのカセットでしょ。あった。それがね、ややこしいんだけど、なんかね、いろんな歌手が、はい、あ、なんて言うんだろう、2曲ずつぐらい入ってる。オムニバスっていうか。オムニバス的な、はいはい、それがジャンルがバラバラなのよ。へぇ。俺が、でも、聞きたかったのは、ハイスクール、ララバイっていうね。知ってますよ。俺も知ってます。タヌキントリオ。タヌキンじゃない。なんだっけ。イモキントリオ。イモキントリオ。俺も最初のレコードそれ。あ、へぇ。細野晴臣で繋がった。そうなの？あ、そのままそうなんですか。それ細野晴臣。すごだから細野晴臣が好きなのよ。細野さん、うん。どういうことなんだろう。そういうことなんだ。いや、なんかあれが好きで。へぇ。小学校の時かな。いやぁ、小学校の時です。うん、俺小学校3、4年ぐらいの時にハイスクール。ララバイ。ララバイ。ハイスクールララバイのレコード買ったんですよ。イモキントリオね。そう。はいはいはい。タノキンだとジャニーズになっちゃう。そうか。いい子悪い子普通の子ですよね。そう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 。そうそうそう。で、それのカセットに、なんかね、ちょっとね、間違えてたあれですけども、それを聞きたくて買ったんだけども、ボンチさん、漫才師の。はい。恋のボンチシートという曲とか入ってたりとか。あ、それに入ってるんですか。うん、水谷豊さんの曲が入ってたりとか。なんか意味のわからないカセット。面白い。うん。それを買ったのが初めてかな。はぁ。